はい、えー。今回ですね。EOS R6 を再度、再検討している理由みたいな感じでちょっとお話ししようかなと思うんですけど。まあ僕ですね。キャノンの一眼レビューしたのは、この、えー、っと、EOS M6。EOS M6 っていうのを買って、これ M2 なんですけど、EOS M6、EOS M6M2 に来てます。で、今度、そのフルサイズね。 出るみたいなね、新しく。だから最初は EOS RP とかね、まあ、そういうのも、なんか、なんか、ちっちゃいみたいなね。だけど、あのスルーしたのがあの、動画がまだちょっと弱かったんですよ。で、今回その EOS のフルサイズで出るやつが R5 と R6 なんですけど、このクロップなし、まあ 4K でクロップなしで撮れるみたいな。うん、で、60FP も撮れるよみたいな。 うんまあ、60fp ってコマがこう、ね、なんか取れるみたいな。まあ、R5 は 4K の 60fp か。あ、R5 は 4K の 120fp だったかな。まあ、R5 も確か、あのー、4K で 60fp 取れるような気がする。あ、そうそう。あのー、取れるんですよ。60fp。で、まあ、僕、ずっと買おうと思ってたんですね。R5 じゃなくて R6 を買おうと思ってたんですよ。まあ、これもまあ6なんで。まあ、6つながりで。 しかもあと、R がね、かっこよくて。まあ僕 GT-R 乗ってるんですけど、GT-R、R で、もう RR だみたいなね。<laughs> 決めてたんですよ。で、決めてたけども、この発熱問題が出てきて浮上して、マジかみたいなね。いや、それちょっときついなと思って。でも、最近ですね、この、あの、まあ R6、R5 ってまだ、その、まあ R5 はもう出回ってますけど、R68 月の下旬なんですよね、発売が。 で、今、R5 に関しては出回ってきてるし、あとは R6 ももうすでにですね、メーカーから提供されて、レビューしてる人とかもいるんですよ。で、この前もう見たんですね。この、ウズです、みたいな。ウズさんですね。ウズどうも、うずです、みたいな。ウズさんを見て、このウズさんのが、その、R6 で 4K60P 動画を室内温度30度で部屋で試してみましたっていうね。こう、ピンポイントね <laughs> うわ、ウズさんこれピンポイントやね、みたいな。 もうタイトルドストレートやなみたいな。もうターゲティングも間違いないみたいな。いや、そういうの欲しかったみたいなね。うずですみたいな。<laughs> いな <laughs> まあ、この YouTube の下にね、そのうずさんの動画ちょっとシェアしておきますんで、うずですみたいな。いやね、これで結論、そのうずさんが R6 で 4K で 60P で回したらどれぐらいで発熱で止まんのかっていうレビューしてたんですけど、結論、2、あの、 なんかね、28分か29分ぐらい、な、に、取れてたんですよ。ここはもう10、ということはですよ。僕ね、ぶっちゃけ、4K の 60P、興味ないんですよ。僕、4K の 30P、クロップなしで取れればいいんですよ。なぜならば、この、えー、今使ってる M6 Mark II も、4K の 30P が取れるんですね。4K の 30P が。で、クロップなしで取れるんです。うん。だから、まあ、これを、 まあ、メインを,、ね、メインをそのキャノンの,その R ですよね R6R6 にしてサブでこの2カメにしてこっちも 4K30p でそっちもあのフ,ルフ,ルフ,ルでフルサイズでメインカメラで2カメでできるなって思ってたんですよねだから別にその、まあ、こっち 60p こっち 30p だとちょっとビファイル的に微妙な部分あるんで なんで、まあ三十 p 三十 p でいいなっていう。だから、つまりね、これ六十 p だと、こう、ぶわーって、なんだ、あの、描写がこう、早いので、こう、まあ、その、あの容量も使うし、多分、発熱高いと思うんですよ。で、四 k 六十 p で、うずさんが、あの、まあ、二十九分ぐらい回してるので、これ三十 p だったら、三十 p だったら、普通に、普通に大丈夫なんじゃないみたいな。<laughs> <laughs> っていう、なんかね、最近思いま、最近っていうかねで、まあ、あとは実機が出てきたらどんどんレビューがあると思うんで、これね、前、その、R6、僕もう買うのやめました、みたいなね、発熱問題が出てもう無理やん、みたいなね、っていう動画撮ったんですけど、撤回ですね、これちょっと、R6 買う可能性、かなり出てきました。で、プラスアルファ、あのソニーも出てるんですよ。 で、ソニーも出てるんですけど、なんで僕キャノンにこだわってるのかって、そソニーの方がね、動画に関してはまあまあ間違いなく動画寄りなんでめっちゃいいんですよ、ソニーの7アルフ、なんとか3の方が。で、なんで僕、ソニーに行かない、ソニーじゃなくてキャノンなのかっていうと、まあその一眼デビューしたのがキャノンなんですよ。だからキャノンのメニューとかも使い慣れてるし、ずっとキャノンなんですね。だからこのキャノンの、その、なんだろうな、キャノンのこの、もう慣れちゃってる。 っていうのもあるし、あとやっぱ僕写真も撮るんですよね。写真も。で、キャノンさんってどちらかというと、やっぱ写真がメインで、まあ動画も撮れるよみたいな感じなんですよ。で、ソニーの場合はもう完全に動画に寄せてるんですよ。セブンーなんかは。もう今回出す S3 か。もう完全に動画ですもう。ほぼ動画寄りにしてるんですよ。まあもちろん写真も撮れると思いますけど、写真だと画素数が まあそのなんか動画を撮る上で画素数を1200ぐらいに下げることによってどうのこうのっていうのがあるんですけど写真も撮りたいんですよね <laughs> だから、あのー、写真も撮りたいし動画も撮りたいいやだ俺僕そんなじゃあ動画はこのウェブカメラでいいんじゃねみたいな <laughs> だからなんかちょっとかおしゃれに撮りたい時だけねそれ使えばいいし 僕、写真撮るの結構好きだったり、まあ、インスタもやってるんで、インスタもちょっと今、7400人ぐらいフォロワーいてるんですけど、まあ、ちょっと1万人に行くために、ちょっとね、写真もちょっと頑張ろうかなと思ってる部分もあるんで、だからね、これねあ、あとそれで、まあそのあの R、アルファ6600もね、検討したんですよ。これはまあ まあ今回キャノンさんが発熱問題出てると。じゃあ次出すやつは絶対まあ発熱問題ユーザーから来るからこれ絶対改善するじゃないですか。絶対ではないけど次じゃあ例えば R6M2 とかね R5M2 を出すとするならば間違いなく多分発熱問題に関しては絶対やると思うんですよ。次は。じゃあその出てから買えばいいんじゃないかと思った部分あるんですね。でそのつなぎとしてまあちょっとアルファ6600でもいいんじゃないかなみたいな。<laughs> って思ってたんですけど、この α6600 に関してもう僕ちょっと調べていなくて、あんまり調べてなくて <laughs>、そう、去年出たやつなんで、去年出た時に結構調べてたんですけど、もう、あの、全然調べてなくて、また調べ始めたら、このサッサンっていう方がね、サッサッサンっていう人が、 あのこ,この方の、ね、動画まあまあ見たりしてるんですけど、アルファ 7S3 を買ったんですよ。で、まあ、このサッサンさんはアルファ66002機持ってるんですね。で、まあ、こっちとこっちで、まあ、2機ですね。で、僕もアルファ6600買って、シグマの1.4の紙レンズみたいなのを買って、あれでやろうかなと思ってたんですけど、これね、サッサンさんの動画もちょっと入れときますけど、 サッサンさんは6602機持ってるけれどもなんでその α 7ー買ったのかっていう理由の動画があってその動画でいやあの α6600 ってクロップされちゃうんですよねみたいなクロップされんのみたいななんか 4K で撮るとですよ 4K で撮ると 24fps に関してはクロップされないとただ 30fps で撮ると α6600 ってクロップされるらしいんですよ で、それを言ってて、マジかみたいな。これ、クロップされないですね。えぇ、ー、みたいな。え、アルファ6 6 0 0って 4K で撮るとクロップされ、30fps。<laughs> マジか、それ知らない。もう、速攻それでもう、なしになりましたね。だって、こっちクロップされてんだもん <laughs>。で、あとは僕、あと、その 4K30pf クロップなしにこだわってる理由が、この、まあ、キャノンに変えてからですよ、僕ね。あの、 ビデオカメラもキャノンにしたんですよ。でビデオカメラもキャノンにして、これ 4K 撮れるやつなんですけど、これ業務用でね。これも 4K 今撮れるんですけど、これも 30fps なんですよ、4K で撮ると。だからこれも 4K30fps、これも 4K30fps、まあこれもクロップとか概念ないですからね、ビデオカメラなんで。だからこれ、まあ 4K30fps、これ 4K30fps、じゃあキャノン R6。 4K30fps ですよ <laughs>。だから、ぶっちゃけ、まあ、この、なんだ。だから、メイン、うん、だから、まあ、3カメするときも、まあ、できますよね。3カメするときも、これも使えば、まあ、3カメできますから。そう。まあこ、こっちはね、本当ビデオカメラですから、何時間回しても問題ないみたいな。だから、なんだろうな。こっちメインで撮って、 まあちょっとまあその3カメド前ねその3カメする時に iPhone 使ってたんですけどやっぱ iPhone だとやっぱねちょっと微妙なんですよやっぱさすがにそ,そ,その <laughs> iPhone もきれですよ綺麗なんだけどもその一眼とかそこういう機材に比べるとやっぱさすがにねさすがにちょっと劣る部分がありまして。 まあ全部自己満ですけどね。完全自己満ですけど。でもね、写真なんかね、全部自己満だと思うんですよね。プロのカメラマンじゃない人からすると。プロのカメラマンの人は仕事でやってるんで、まあそうかもしれないですけど、個人で一眼レフ使って写真撮る人って完全に自己満じゃないですか。だから、どれだけ自己満足できるカメラかどうかっていうのが結構ポイントだと思うんですね。だから写真撮った時のことも考えると、やっぱりソニーの その、アルファン s 3ではないかなっていう、今回の、あで、今回の R6 は、その、キャノンの、まあ、唯一の、唯一というか、まあ、前からあったと思うんですけど、これもね、ソニーのアルファ6600に比べると、アルファ6000シリーズに比べ、まあ、アルファ6600はもう実機触れるじゃないですか、家電量販店で、ね。めっちゃ触ってたんですけど、やっぱね、めっちゃオートフォーカス速いぞ。こっちは遅いんですね。その、アルファ6600とか、アルファシリーズのオートフォーカスに比べると、この、 EOSM6 の、e、M2 の,のオートフォーカスは遅いんですよ。で、今回出るあのフルサイズのやつはオートフォーカスかなり速くなってるみたいなんですね。まあ、それは U ズさんが言ってましたけどね。まあ、今後 U ズさんがね、結構いろいろ動画アップしてくれると思うで、ちょっと見よう,見ようとは思いますし、まあ、実際にその店頭でならあの、この R6 が店頭でこう出てくると思うんで、まあ、実際に触ったりとかして、予約せず、 まあじっくり検討して買おうかなと思いますね。うん。多分買う方向でいくと思います。多分 4K の 30P だったら多分まあまあ30分取れんじゃないかなと思いますね。うん。まあそれはちょっとそれもレビューしてみたいですけどね。これは普通に30分、4K で30分取れるんですよ。ただし連続撮りで 4K で連続撮りすると、これも発熱でたまに止まります。 でもそんなにバカバカでレンチャンで撮らないんでまあその 4K を撮影していてこのこれ30分縛りがあるんですけど 4K30fps で30分マックス回してるけれども高熱熱問題で1回止まるってことはないですねただしレンチャンで撮った時はありましたレンチャンで 4K30fps を連レンチャンで撮るみたいなしかも30分30分とかねレンチャンでこう撮り続けてると あのは1回ありましたね、うん、だからまあ結局長くなるんだったらこのウェブカメラでいいかなみたいな <laughs> もう長い動画はねめちゃくちゃ長くなるなみたいなもうぼやきみたいなねもうぼやいていくやつに関してはもうこれでいいかなみたいな <laughs> ねまあこれ最近買ったんですけどこのねロジクールのねこのストリームストリームかもこれねこれ十分じゃないかなっていう画像画像はこれで十分ですよもう <laughs> これでいいわ。こう結構クオリティ高いですね。結構こうクオリティ高い。まあこの画像の画質見てどう思うかですけど、まあ、ウェブカメラとしてはかなり性能はいいと思いますね。まあかなりでかいですけどね、ごついですけど、その代わり。うん。なんかね、もうシャープですね、かなり。だからその、Mac のインカメとか使ってる人、Mac のインカメを MacBook プロとかのインカメでやってる人はこれ変えるともう全然違うと思います。うん。はい。ということで、R6 ね。いやー、R6 ちょっと実機出たらもうめっちゃ触りに行こう。いやね、あのね、もうキャノンのあのね、レンズがいいんですよ。かっこいい。 なんかね、ソニーのね、G マスターとかね、ソニーのそのレンズもあるんですけど、なんかキャノンのフルサイズのね、あのレンズ、かっこいいんですよ。なんなんだ、まあまあまあ、まあ人それぞれの趣味、思考ありますけど、キャノンさんのあの、特に L シリーズですね。あの L シリーズのレンズがね、かっこいいっすね。まあソニーもね、いいレンズはいっぱいあるでしょうけども、 キャノン、要はね、あの、あれなんですよね、もう、もう、フルサイズ専用のレンズみたいな感じで、もうちょ、もう1、2年前から作り出したんですね。今までなかったんですよ、その企画が。だからもう、本当に完全に新しいんですよね。でも、ソニーさんって E マウントって、ね、共通してなんか、その APS-C とフルサイズも両方いけるよ、E マウント専用みたいなね。E マウントで フルサイズ対応してるやつもあれば、APS でもいけて、みたいな、なんかハイブリッドでできるんだけども、なんか統一性がないんですよね。<laughs> 統一性が。まあ、初心者から、僕初心者なんで、初心者からすると、まあ、どっちがええねん、みたいなね。これ、まあ APS も対応できるし、まあ、フルサイズもいける。フルサイズ専用、うん、APS みたいな。まあ別にね、まあフルサイズの実機を買えば、別にそんなことどうでもいいんですけど、まあもともと僕は α6600 買おうかなと思ってたんで。 でアルファ6600、アルファシリーズを買ってる人からすると、ソニーって今、E, e マウントのフルサイズのレンズの方が力入れてるんで、<laughs> APS のね、レンズあんま出てないぞ。だから去年6600を出した時に G レンズが2つ出たんですけど、多分今後は多分出ない、多分あんま出ないでしょうね。うん、まあまあ、いいんですけどね。はい、ということで今回ですね、R6 再検討。 多分 30fps だったら発熱問題はクリアできるんじゃないかなと思いますし、あと長時間撮るんであるならば、そもそもあの一眼で撮らないというところで落ち着こうかなと。<laughs> だ長時間撮るんだったら iPhone か、まあ、iPhone か、うん、iPhone か、このウェブカメラですね。<laughs> うん、でいいかなっていう。 うん、思いました、うんまああとビデオカメラは僕あの有料の商品とかセミナー映像とかでこのこれは別に別に何時間でもいけますからねビデオカメラですからビデオカメラなんで何時間でもいけるんでだからこれに関してはまあセミナー映像とかねそういうのであの撮ってきますしだフリーの動画っすねフリーの動画でなんかまあちょっと画質綺麗にしたいなみたいなやつはまあ 30分以内で喋り終えるとあんまりぼやかないというまあ自分にし縛りをね得ようかなっていう,う僕もうずっとダラダラ喋っちゃうんでこれもダラダラもう何分だこれもう17分喋ってるよねあじシッ R6 早く触りたいですね まあでも今後多分ね、8月下旬に出てくるんで、いろんな人レビューしてくれるんで、これやっぱね、YouTube ありがたいですね。こう全部出てくるから。やっぱ。はい、このね、うさんのね、このピンポイントのタイトルね、マジ痺れましたね。<laughs> EOS R6 で 4K60p 動画を室内30度で部屋で試してみました。撮影できるのって。いや、そういうの欲しかった、みたいな。<laughs> そこみたいな。<laughs> そういうの求めて出ました、みたいな。 これ完全ピンポイントっすね。ありがたい。うずさんに感謝ですね、これは。この動画見てから、お、これ、やっぱ、ちょっと R6 しようかな、みたいな。アルファ6600も、その、クロップがあるっていうのをちょっと知らなかったんで、まあ、その、あのー、サッサンさんにちょっと感謝ですね。これ、ササン、まあ、クロップね、よくわかんない人はサッサンさんの動画見れば、そのクロップって何かっていうね、のを説明してくれてるんで、 で、わかりやすくね、映像も 2, こう2つ編集してやってるんで、まあその、うずさんとさっさんさんのちょっと動画シェアしておきますよ。そう、だからね、ぶっちゃけアルファ6600でいいんじゃん。もうこのさっさんさんのタイトルもね、6600ではダメなのかと。<laughs> これも、ね、結構なんか、本当に的を得てるタイトルだなぁと思いますね。うん。 僕ね、アルファ 7S3 はね、買わないですね。うん。やっぱね、キャノンのね、まあソニーはねその、ソニーらしさがあるんですよ。その映像の。でもね、キャノンのね、その温かみがやっぱあるんですよね。だから写真を撮る人にとってはやっぱキャノンだと思います。写真。本当に写真。やっぱこれ僕ね、EOS M6。これで僕は、 あのこれはマーク2ですけどこれで一眼レビューしましたデビューしましたけどいやめちゃくちゃいいです特にこのマーク2が出た時にこの M シリーズの新しいそのレンズが出てこの単焦点レンズの3030 30これ 2mm だったかなこれねめちゃくちゃいいですねこのレンズこれ紙機ですであのやっぱねあの これですよ機動性バッグに入れてすぐ取れるっていうこの軽さがやっぱね軽さは正義ですね <laughs> うんこれ紙レンズっすねあじゃあこれすいませんこれ1122だすいませんこれ1122だ,だから M6 の僕レンズ全部買ったんですよあこれだ 32mm これめちゃくちゃいいですよこの紙レンズですねこれ 32mmF1.4 か このレンズは軽いしだこの単焦点はめっちゃいいです。だからもうぶっちゃけ本当にあにごついのじゃなくてこの EOS 僕ね写真も気軽に撮れるし、まあ、レンズ買い替えれば単、まあ、焦点のレンズもキヤノンさんが出てますしこれ紙レンズだと僕は思います。なんでもうあの初心者あその一眼レフ使ってみたいなと思って。 ている初心者の方はこのええなんだこれめっちゃいいと思いますけどねこの M6M2 a r k あとね M6M2 a r k でまあ今は当たり前のかもしれないですけど僕あの EOS ね M6 初代の M6 を使ってて M6M2 a r k がめちゃめちゃ便利だなと思うことがまあ今は普通にあると思うんですけど。 ね、M6 でなかったやつで M6MAX にあるのが、そのこのカメラの電源を入れなくても、カメラの電源を入れてない状態でも、ここの写真をスマホからで取り出せるんですよ。でも M6 はカメラの電源を入れないと、ここと Bluetooth でつなげられない。だからこれ電、これどうなってんだろうな。これ電源入れてなくても、あのつながるんですよ。<laughs> すげえな、みたいな。 でそれめっちゃ便利ですね。だから、写真撮るじゃないですか。で、まあ、写真撮り終わってバックにぶち込むじゃないですか。で、例えば電車、まあ、最近はコロナで電車乗る人いないと思いますけど、あんまり。まあ、バックに入れました、電車で,で。で、スマホいじってます。で、そこから Bluetooth でもうで、こっち電源切ってるけど、抜けるっていうね、写真を。転送できるっていう。これにすごいめっちゃ便利ですね。まあ、ちょっとちっちゃいことですけどね。でも昔の M6 はそれがな,くなかったんで。 うんあとやっぱ 4K 撮れるっていう。昔の M6 は 4K 撮れなかったですから。も普通に綺麗ですよ、これ。普通に綺麗。で、単焦点レンズ1.4のこれ使ったら、本当にボケも綺麗に撮れるし。やっぱ何写真がね、いいっすね。写真がこうやっぱ、やっぱ軽いは正義ですね。うん、本当に。<laughs> 軽いは正義っていう。 だけど、フルサイズになったら、もうフルサイズだから、もうそこは、軽さは正義じゃなくて、あの、これは軽さは正義で、一眼レフ、あの、フルサイズに関しては、うん、綺麗が正義みたいな。まあ、ちょっと重くてもいいよみたいな。うん、ちょっと本気で撮りに行くときね。本気で撮りに行くとき。本気で撮影しに行くぜみたいな感じのときは、フルサイズ持ってって。だけど、なんか、ちょっとなんか、 コンビニ行った時に歩きながらなんか花取ろうかなっていう時はこうこうバックにピッて入れてこれでいい。全然いいし。これね、本当に僕はキャノンの M6 m a ク II おすすめですね。で、あと今僕が使ってるやつはこのこういうのでやってるんですけど。 まあ結局まあ長くなっちゃいましたね。まあ長くなってもいいでしょ。喋り出したら止まんないっていうね。今何分だ今何分だ ?23 分ですか ?23 分。このね、セットがね、僕気に入ってるんですよ。これマンフロットの、これマンフロットのクイックシュ、クイックシュ、クイックなんちゃら、これまあマンフロットのあと三,三脚。 で、これはちょっと、本当は iPhone 用のやつなんですけど、まあ、なんだ、あの、これにはまったっていう。まあ、こんな感じでできるんですけど、ちょう,ちょうどなんですよ、これ。ちょうどはまって、ここに。綺麗にはまってるんですけど。 でまあここにこれをつけてこうぴったしなんですねこれでこうねこれもうぴったしな感じですねまあこんな感じですね でこう取れてこう動かせてガチャンみたいなまあもちろんこれねちっちゃい三脚ですけど大きいやつにも載せられるようにしてるんでこれはね非常にいいっすねまあもう機動性がやっぱねいいっすよねまあほんとねぶっちゃけ 自己満ですよ。もう完全に自己満でしかないですからね。本当あの、なんでア iPhone で十分ですよ。ただね、思ったんですけど、自己満なんだけど、やっぱ自己満足させることって大事だなと思うんですよ。いや、自己満ですよ。もう完全に自己満なんですけど、やっぱ僕もうずっとやってるんで、やっぱ飽きるんですよね。<laughs> 変化がないと飽きるんですよ。 まあ iPhone で多分 iPhone だけで僕 iPhone だけで1万本は撮ったと思います動画まあ多分それ以上撮ってると思いますけど iPhone で1万本以上は撮ってるんでまあいいかなみたいな多分 iPhone で1万本撮る人いないじゃなあま,まあそもそも まあでもね僕一眼レフねハマるとは思わなかったっすね一眼レフ自分ハマるとは思わなかったですけどこの一眼の世界は何でそんなレンズ買うのバカみたいにと思ってたんですけどいやもうねハマると分かりましたねそのレンズやっぱね確かにレンズね変えるのめんどくさいんですけど変えた時の感動がねその取れない領域を取れるっていうこのなんかレンズを変えた瞬間なんか世界が変わるんですよ いやーレンズ買う人の気持ちわかったーみたいなね <laughs> まあまあほんとね分かんない人は分かんないと思うんですけど使ってみたらこうは僕はハマ、まあ、る人とハマんない人いると思うんですけどめちゃめちゃやっぱね写真とかも撮れる領域全然変わったりとかするのでボケ具合とかも面白いですよねうん一眼にこうハマる理由が使って僕は分かりましたねマジで 何事も何事も何事もやってみないと分かんないってことですねいやーでもねーキヤノンのねあの RRR サイズのレンズがねめっちゃかっこいいんですよ キャノンまあでもね L シリーズはね高いっすねカメラレンズで30万ぐらいするかのね L レンズ RF レンズっすね このね、7200mm もの白レンズ、r 2七0 7200mm か。これいくらだ ?33 万ですね <laughs>。高えな、白レンズ。まあ、このね、L シリーズかっこいいなキヤノンの。この赤のラインがかっこいいですよね、L シリーズの。 うんでも、みんな高いんですよね。RF50mmF1.2 の L、かなりこれ良さそうだよなこれいくらだこれ33万っすね。<laughs> あ、33万。これいくらだとりあえず高いっすよね。L シリーズは高いっすよね。 1535mm もいいですね。F2.8、27万。うん。F、え、2470mmF2.8L、mm、F L 27万。24、1万。あ、これ安いな。なんか10、10万台だと安く感じるってね。RF24105。F4 か。F4 とかね、F2 とかもね、分かってきましたね。 ようやくようやく分かってきたまあとりあえずざっくり言うと F 値が、うん、低い方が明るく取れて、うん、ボケるっていうまあざっくりですけど <laughs> 僕初心者ですからうんうん、なんかその RF レンズの中でその L じゃないやつは安く出してるんですよね。だからまあ僕はこれでいいかなと思うんですけどね。とりあえず。でも L レンズもいいっすよね。まあそのうちテーブ出す日が来るかもしれないですけど、L レンズは <laughs> で。1本2、30万って結構えぐくないですかえぐいっすよね。この RF50mmF1.2 っていう。 単焦点これすげえだろうなこれ30万するんですけど約これ超ボケそうですねうーんいやーでもかっこいいな,ーなんかキャノンらしいですよねこの RF はうーん まあでもまあ1535っすかね F2.81535 やっぱ1535のこれこれ1本買っとくかなこれでも新しく出るのかな寄れますねこれ15うん 27万かでも超広角超広角15ミリうーんうーんまあ多分最初は RF35F1.8 だろうなぁいやでもはいちょっと終わりますもうずっと続きそうなんでもう30分ですねはいということで何の動画かよく分かんなくなりましたけど終わります